皆様、お初にお目にかかります。キネイマルでございます。キネイマル、お料理チャンネル始めます。パクリか、便乗。黙らっしゃい。流行ってるもんな。違うんです、私だってお料理したいだけなんです。でもやりたいと思ったの流行ってからだろ。やりたいと思ってから頑張って編集覚えたので許してください。前々からゆっくり実況やりたい。でもあんまりゲームはやらないなって感じだったんですけど。お料理ならできると思ったんです。いきなりめたいな。言い訳は分かったから、第一弾は何作るんだ？ペペロンチーノを作りたいと思います。にしては材料多くね。副菜でサラダ作るの面倒だなって思いまして、いつもこうして冷蔵庫に余ってる野菜とか入れますね。確かに一人暮らしとかだとなおさらな。本来はニンニク、唐辛子、オリーブオイルしかないという絶望的な状態でも美味しく作れることから絶望パスタと呼ばれていますが、これはさしずめ希望のパスタといったところでしょうか。大げさだな。は作っていきましょう。人類よ、これが希望のパスタだ。滑ってるぞ。まず最初にスパゲッティを茹でていきます。使うのはこれです。あ、便利なやつだ。鍋使わないのか。火加減調節したり面倒じゃないですか。料理チャンネルがそれでいいのか。便利なものは使っていきましょう。面倒は自炊において大敵だからな。しかもこれ分量も測れるんですよ。そりゃいいな。で、こんな風に測って入れて、水入れて、塩を適量入れます。この塩の量でパスタの味が決まると言っても過言ではないです。どのくらい入れてるんだ？私の場合 500ml に対して小さじ1プラス1つまみ分くらいですかね。なんか多くね。塩水としては濃いですが、パスタにつく塩分をちょうど良くしたいので、あとは好みで調整って感じです。で、レンジで本来の茹で時間プラス5分ですかね。普通より時間はかかるんだな。タイマーでわざわざ測らなくていいですし、その間に具材炒めるのにちょうどいいですよ。なるほどな。ではまず冷凍してある食材から切っていきます。何冷凍してんの？ソーセージ、ブロッコリー、キノコですね。キノコはカットタイプなのでそのまま入れますが、さあ記念すべき最初に切る具材の登場。あ、記念すべき？なんだって？幸先悪いな。まあいいでしょう、そういう時もあります。すす、動揺が隠せてないぞ。気を取り直してソーセージを一口大に切って、切り終わったらもうフライパンに入れて火にかけちゃいます。フライパン温めないのか？コールドスタートって言うんですかね。個人的には焦げにくくて失敗しづらい気がします。詳しくはググってみてくれよな。火の通りにくいものから切って、同時進行で炒められるのでおすすめです。火加減は弱火で、シューッと軽い音がするくらいで大丈夫です。軽く油をなじませて、ブロッコリー、キノコを入れていきます。キノコは何でもいいのか？しめじ、エリンギ、舞茸あたりなら美味しいんじゃないですかね。割と何でもいいのな。まあそもそも具材は毎回変わってますし、ニンニクとオリーブオイル絡めれば大体何でも合います。それは間違いない。で、炒めている間に火の通りにくい順にピーマン、玉ねぎ、キャベツを切っていきましょう。これも切れ次第フライパンに投入していくのか？そうです。ピーマンは縦に切った後、親指で押してあげれば割と簡単にヘタが取れます。いろんなやり方の人がいると思うが、どれが主流なんだろうな。で、縦にザクザク切りまして、フライパンに投入。で、さっきの冷凍ブロッコリーが解凍された頃なので、これも食べやすいサイズにザクザク投入。玉ねぎは半分に切って細かく刻みます。使うのは半分ね。そうですね、1個はちょっと多いかもしれないです。先に皮むかないんだな。これも家庭によって様々でしょうね。私は切ってからの方が剥きやすいですけど。では投入。キャベツも細切りにして投入。軽く塩を振っておきます。そして今回の主役ニンニク登場。これも冷凍して使ってます。冷凍大好きだな。一人暮らしに冷凍は強い味方なのだよ。ニンニクは潰すように切ると風味が出るので垂直には入れます。めっちゃ音鳴ってるな。逆にニンニク以外の具材は音が鳴らないように角度をつけて押すように切ると良いです。へえ。まあ怪我しなけりゃ何でもいいとは思います。急に投げやりだな。料理は自由が一番争いを生まないんですよ。お前過去に何があったんだよ。まあね。さて、ニンニクは後で使うので小皿に移しておきます。だいぶしんなりしてきたな。そうこうしているうちにパスタが茹で上がりました。早いな。ぶっちゃけ撮影しながらで具材切るのがちょっと遅かったです。茹で汁捨てないのか？後で重要なことに使うので取っておきます。具材も炒め終わったら一旦皿に移します。いよいよ終盤だな。はい、ここでペペロンチーノ3大要素の1つであるオリーブオイルを使います。あと2つってなんだっけ？先ほど出てきたニンニクと、あとは唐辛子ですね。それで絶望パスタの完成というわけか。ですです。大さじ2杯入れまして、弱火にかけます。さて、3大要素の最後、唐辛子を入れていきます。おい、ちょっと待て。なんです？3大要素とかいう割には唐辛子粉末なのか？だって安いし。本格的なのがいい人はちゃんと用意してくれればいいんじゃね。イエス。まあこっちの方が汎用性あるからってだけですね。そういう問題なのか。言ったじゃないですか、便利なものは使う。楽していこうぜ。で、好みの辛さになるように振ったら、フライパンを傾けてニンニクがきつね色になるまで待ちます。
焦げると苦味が出るので注意してください。ちなみにニンニクの芽は面倒なので取ってません。変なところこだわったりこだわらなかったりするんだな。まあ料理ってそういうものですよ。ここで茹で汁を入れて乳化させます。オリーブオイルと同じくらい入れてます。乳化ってなんだ。詳しく説明すると長いので省きますが、パスタにソースを絡ませやすくするためと思ってもらえれば。パスタ作るときよく聞くよな。で、白くなってきたらパスタを投入です。ここまでだったらまだ普通のパスタ。ここからがマグマなんです。マグマ？おい待てやめろ、嫌な予感がする。This is a song for the broken hearted。いつまい、やあ、広すぎる。これやりたいがためにうつぬし耳コピしたってマジ？マジ目路線だったじゃん。てかなんで自前の音源なんだよ。いや著作権が怖くて。いやせめてちゃんとレコーディングしろよ。てか突っ込むとこそこじゃねえな。急にボケんなよ。なんで筋肉なんだよ。それもういやだ。まあまあ無事絶望から希望のパスタになりましたし。マグマどこ行ったんだよ。あとは胡椒をお好みで振って。隠し味で醤油を少々。盛り付けて仕上げにパセリ、オレガノを振ったら完成です。パセリ、オレガノはイタリアンに合うのでマジでおすすめです。トマト系にはプラスバジルだな。おすすめ切らしてるぞ。あ、閉まらねえな。というわけで完成です。美味しそう。ボリューム満点だな。では実食、いただきます。うん、しっかりニンニクの旨味が出てて美味しいですね。野菜もたっぷり取れていい感じね。途中茶番もあったが料理はガチで安心したわ。まあそこそこ料理はしている方なので、今後も適度にこだわりつつ適度にゆるーくやっていこうと思うのでよろしくお願いします。何かリクエストとかあったら大歓迎だぜ。うつ主が料理の幅増やしたいってのもあるらしいわ。こうやって発表する場を作れば嫌でも練習しますからね。では皆さんご一緒に。ごちそうさまでした。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。